さてえー、監督の歌です。でまあ,あの初めて見る方はえー、なんだそれそれはっていう人は、えー、この前の3回、えー、もう詳しく話してます。まあ一言で言いますと、えー、実際に中止しなかったことつまり結婚したことで台風の中で結婚したことで問題は何も起こっていない。 何ら問題はなかった。ファンの人は喜んだし、まあ、迷惑した人もいないし事故も起こっていない。にもかかわらず何かが起こったようなことを書いて嘘、デマですよね。そういうふうなことを書いて騒がせてみんなで批判しようというふうな人たちがいて。 でさらにそれを鵜呑みにしたまた間抜けなマスコミの人たちはそれをあの記事にしてでまたそれを見た人たちが「それはひどい許せない」とかっていう全然知らない人がいてっていうのが今回の構図であったっていう。 まあ、あのなんですねあの矢のの件にかかわらずあのそんな風にして、えー、誰か有名人を攻撃して政治家でもありますよねあの人は悪徳政治家だとから差別主義者とか、えー、なんか独裁者だとかって言って攻撃するっていうふうなことをマスコミが作り上げていくまあ今回はなんていうかなそういう政治的な目的ではないですけれどもやってる形は同じっていうね、えー、だからそういうのはね今回すごくそれがいい。 なんていうか、教訓になるっていうか、こんな風にしてマスコミっていうのは、ありもしないことを作り出して、国民を誘導して、ある方向に連れて行こうとするんだ。あいつは許せねえとかいうね、まあ、戦争の話なんかでもしましたよね、あのイラク戦争もそうでしたし、真珠湾もそうですし、というふうな教訓になる、その身近なことでね、えー、いうことで、えー、紹介しました。 だね、結構評判が良くて、で、結構ね、矢沢ファンの方からもねたくさんコメントいただいたんでね、えー、と、ちょっと今日はもう,あのも,うもう解明をしたらも完全に解明してもう全然何もなかったってことも分かりましたから、えー、ちょっとあのコメント紹介させてもらいますね。えー、っとね、まっちゃん、まっちゃんって方から、えー、言いたいことを全部言ってくれてありがとうございます。えー、久保さんという方から、共感します。 やっぱりファンだと嬉しいですっていうねだからやっぱファンの人悔しいと思うんですよ自分たちは行って現場にいて知っていて何も問題が起こってない無事に帰れたまあタクシー例えば1時間2時間並んだとしても、まあ、そんな当たり前ですからね武道館であってもドームであっても帰りすごい人ですからね,ねえ だから、えー、全然問題なかったことを知っているのに知らない人、えー、またはそういうよからぬ、ね、炎上させてやれっていうようなそれが攻撃して、えー、ありもしないことを言って、でマスコミがそれまたどうかって言ってるっていうことがやっぱり許せないですよね、ファンとしてはね。それから、えー、秀俊さんから、えー、鋭い分析ですね。確かに刑事コロンボバりで感服しました。A ちゃんバックアップ、感謝です。 っていうねあ,の、えー、ありがとうございます。で、えー、ひとみさん、えー、丁寧に解説していただきありがとうございます。何十年ファンをしています。えー、ライブ、参加しますが、福岡は参加していないので、えー、悔しいが反論できませんでした。状況が少し分かり、ほっとしました。 そうだね、こうファンの人で行った人は今度分かってるけど行ってない人からした時に「えー、そんなことあったのそんな心ないねでまあファン同士っていうの、ね、はやっぱり皆さんこう連帯感があるしそんなひどいことするねホテルに座ったりとかするような人たちはいないと思ってるからだからそれがそういうのやってた時にあなんかそんなファンがいるんだあ本当に悲しいなと思ってるけどあデマだったんだそうだよなっていうところで安心したっていうことだと思うんですねはありがとうございますそれから JH さん 正しい見解をありがとうございます。実際ライブに参戦したファンは本当に幸せでしたね。行かれたんですね。この人は。えー、帰宅の件は百も承知で出かけたんです。だからもう帰って来れないかもしれない。だからちゃんとホテル取ろうとか、えー、どうしようとか考えて、皆さんやっぱ言ってるんですよ。もう。 あのその責任うこを言う以前にね。だからそれで行って,行っていや、行ったらホテルねえよ、えー、ちょっと部屋変わってくるよみたいな。だからそんなことをね、何も考えず行くやつなんかいないってことなんですよね。でそもそもホテルはいっぱい空いていたんですよ。はい、それから、えー、どう読むんだろう。RYJ7773、えー、777、p、え、a、ーえー、ペイペイドーム参加しました。この人に聞かれたんですね。 2万人以上は参加したと思います。ほとんどの方が車で来られてた模様です。お昼にはドームの駐車場は満車でした。皆さん無事に帰宅されたと思います。で、この後ねちょっと補足しておくと、横にロンドンホテルあって、そこの、えー、多分ね地下にもね大きな駐車場があって、そこにもみんな停めたそうです。 だから、ね、車で行った人たちっていうのは車で帰れるからね全然帰宅に問題ないんですよね私の知人も熊本市まで無事に帰宅しました熊本から福岡行った、えー、お友達ファンの方もいたんですね、えー、批判がすごいです雨の中タクシーに、えー、雨の中タクシー乗り場に行列するだけで批判していますアホじゃないかとライブやイベントの後はタクシー乗り場に列が作,る作ってはダメなんですかねダメなんですかね、えー、タクシーの運転手が危険だとか 雨が降っているだけなのに呆れますそん,そんなに大したことなかったんですよ雨も風もメディアが誇張した報道も問題です、えー、まるで台風の大嵐の中をライブやったかのような報道です「ライブ終了時台風は鹿児島です時速20キロで北上すると300キロ以上ある福岡に接近するのは15時間後早くても翌日の朝です」えー「個々の判断で参加した人たちに罪があるんですかね」 批判している人たちに迷惑かけましたかね、えー、私は嫌味としか、嫌、え、味、ー、にしか聞こえません結局、その台風もまだ到達してなかったんですよねで、それをこう、えーうん うんその帰り大変だろうタクシーの運転手さん迷惑するだろうとかいう風なことを言っていたっていうことを、まあ、この人も行かれたので、ね、実感しているから、まあ、その通りなんですよねだからその主催者側の判断まだ財布も来てない数も強くながらやっても無事に帰れるだろうからって決行したっていうのは正解正しかったんですよねええー、和さんこの,この方前回紹介しました和馬さんから、えー「何か田村敦が MC をして5人くらいで討論しているけれどもわざわざ取り上げる必要はあるんだろうかよほど暇なんだろうか」えー 暇ななんだろううっていうその、まあ、あの昨日紹介した何だったかなアメ,アメバカなんか番組で、えー、田村寿司がそれ言ってたってそのそれも昨日紹介しましたよねだから実際になかったこと帰宅困難者続出とかって言っていや属出どころか誰も出てないんだからってで属出したことについていややっぱコンサートはね注意するべきなんじゃないかなっていやなかったことについて議論して批判して何の意味があるのっていう。 まあ、田村さんもかわいそうなのは、多分その番組側が持ってきたその材料に対して、えー、ちょっといろいろお話してくださいって言われて、でそれはやっぱりね、あのー、MC がこう、いちいちた信頼して、それがあったってことだと思ってやってるから、まあ、彼もかわいそうな、ありもしないことについて、一緒になって加担して批判させられているっていうふうな構図ではあるんですけれどもね。この人も言ってペイペイドームは行きましたけれども、福岡市の台風は大したことはありませんでした。えー、っと、で、ホテルも空いていました。 ホテルが泊まれないということは、印象操作で、えー、全然空いてましたと、それから、うんえー、高,高波で浸水したらどうするとかあのいうなんか話もあったらしいんですけど、でもそんな危険性があるので改正しません、まあそれ正解で、別にね、矢沢がね、ロックだから改正するんだよ,よろしくって言ったわけじゃなくてあの、いろんな危険性を考えた上で大丈夫だっていう。 でまあ、実際あの、ねあの、タオフもまだ遠かったし、不幸が来るまでまだ時間があったから、十分帰る時間もあるし、大丈夫だろうって判断であったんで、別にロックンロールやるぜって、ね、言って,やってあの止めたわけじゃないですからね。っていうふうなことで、えー、彼もそういうことを指摘しています。えー、いや同じ数のさん、もう1個読みましたね、えーと。分かりやすい解説ありがとうございました。マスコミはいいことは報道しません。大阪から来たファンですね。が大阪方面の えー、人たたたちをね乗せてて帰っっりもしたんですってやっぱりファンってねあれしてるしね矢沢ファンってやっぱりねみんな熱いこうなんていうか共感やっぱありますからね仲間ですから。でえー、とあとね数人の人たちは車でえー、っと多分これ駅,駅までってことですね駅までこうタクシーですあるんでんなこっち駅行く人とかって乗せて何度も往復していた、えー、送迎もしていましたって。 で自分は車で来ていなかったのでできませんでしたけれども車で来ていたら自分も送迎したと思います知らない人でも同じ A ちゃんのファンだから仲間ですってねいやね矢沢ファンってねみんな本当とね、ま、真面目な熱い人たちが多いんだよねあの本当この通りなんですよで、まあ、残念なことにね僕の周りに矢沢ファン誰もいないんですよ だからね、僕昔、えー、何度も行ったんですけれどもね、あの、もう、なんか毎回、毎回一人で行っててっていうね、さっく寂しい思いをしてね、行ってたんですけどまあ、それで、あの、行ってたんで、そのファンの人たち。で、ファン層もだんだん変わってきてるのもね、わかるし、かこういった、ちょっと、ちょっとその、昔の、昔のヤザ話をします、ね。それかファンの方も聞いてくれてるから。で、前にね、大竹栄一さんの話しましたけれどもね、 で昔、本当に中学、高校、もう洋楽ばっかり、ローリング・ストーンズ、ブルース・プリング・ステーンだったんですけれども、えーっと横浜、横浜に映画学校があったんで、そこに行ってから、えー、日本の歌も聴くようになって、まあ、その中の大竹一さんの歌、ね、ナイアガラ、ロングパーションのと聴くようだったんですけど、同じように1980年、80年に行ったんですね、18歳で。でその時に、同じ頃に聴き出したのが矢沢さんだったんですよ。でそれもね、時間,時間あるかな まあえー、でもちょっとね、あの当時、まあ、暴走族なんかもうーンってやってた頃に人気があったんですよ、矢沢さんっていうの暴走族とかやってるような人たちにも人気あって、<laughs> で,えー、で、そういうバイクは乗らないんだけど暴走族スタイルのまあ友人がいて、絶対バイク乗ってるけど、川ちゃん来てサングラスかけてね、バイクは乗らないっていうね、そういう友達がいて、そういう彼がね矢沢めちゃめちゃ好きだったんですよ。 ちってるんんですよもうンチかなんか,分かんないちって、流行りがとか言っててねななん、なんの歌だと思ってて。で、その時ある時にね、えー、そうあの彼の部屋に、成り上がり、あざ激論集、成り上がりっていう、もう別荘屋になった彼の、まま、事情伝っていうか、えー、あるんですよ。で、それをちょっと借りてきて、えー、朝岸人、ま、人気あるのは知ってたし、えー、テレビ出ない、当時テレビ出なかったんですよ。っていうのがあったんで、どんな人だろうと思って、興味持って、うん、といたらね。 めっちゃ感動して。っていうのは、えー、僕はあの高校時代から将来映画監督になろうと思ってで高,校高校大阪だったんで卒業したら、えー、東京に行って映画監督を目指すんだっていう思ってたらねで調べたらいろいろ調べたんだけど、まあ、なんかどこもこうあれだったんだけど、まあ、結局横浜,横浜にある映画学校行くことがあったんですよだからまあ東京に住んだ方が、ね、映画監督さんあっていいんだけど、まあ、横浜学校はだった横浜にしたんですよねっていうとこからスタートしてでそれ読んだら 矢沢さんも、えー、広島からロックンローラーを目指して東京行ってロック,あのロックンローラーになるぜって行こうとして横浜でなんかたまたま降りてしまってそっからスタートしてヤマトとかイ、e、ーセットとかバンドをしながら、あのーまあ、プロを目指していくんですよだからおおすごい同じ横浜なんだ横浜からなの でそれも彼がまあバンドしながら、い、え、ず、ーまあ、キャロルにたどり着くんですけれども、そのイの伊ットとか、えー、ヤマトっていうバンドやってたっていうので、僕その当時はその仲間集めて、えー、自主映画、8ミリ映画、フィルムで、えー、自主映画やってたんですよ。で、いずれプロに目指すんだとか言って、えー、コンテストの、ね、フィルムを出したりしてっていうのやってて、だからね、おーっと思ってねあの、すごく共感したんですよ。で、そんなあの 矢沢っていう人はどんな歌を歌うんだろうって言ってそのまた暴走族に行ったこのリーゼントの友人にあの、何借りたんだったかなええっちカバチそれかかなあのちょうど1980年発売カバチだったんですよカバチのテープだったかなえあベストだったかなまあとにかく何か借りて聞いたらおおと思ってね でまあ、そもそも矢沢さんはビートルズが好きで,でそのうちあのローリング・ストーンズのコンサートを見に行って「えザ・ロック」っていうタイトルで、えー、違ったっけカバチカバチやる時だったかなあの編の前にドゥービーのメンバーと見に行ってすごい刺激を受けたっていうあってねなんかもうだかここだっけの大竹さんのとと一緒でもともと僕もビートルズやローリング・ストーンズ好きだったっていうのがあるんでねであの結構あのおいいなと思ったんですよね。で そんなのがあって、で、まあ気になってたけど、まあテレビは出ないし、で、コンサートも当時なんかね、すごい怖い人たちが多いって話で、いうの怖いなと思って、で、誰かその話行かないかなった。で、その不良、不良グッズの,このリゼンスの友達に言ったけどね、彼はなんか意外に真面目でね、やだ好きだけれどもね、コンサート行くほどないとかっていう感じだったんでね。で、一人で初めて行ったのが、I am a model っていうね、あの、これ82年頃だったかなの、あのアルバムで。 で、その頃ヤ矢沢実はねアメリカに行ってるんですよロサンゼルスに行ってるんですよ世界進出のためにでそこもまたちょっとね僕が、うん、ズバッと来るところがあってっていうのは僕もやっぱり日本で、えー、映画や,やっぱりね映画やっぱアメリカでしょうっていうねだから実はねその横浜行く前から最終的に、えー、ロサンゼルスにあるまあ,あのスター・ウォーズの監督のジョージ・ルーカスなんかが出た、えー、USC というね、えー、南カリフォルニア大学 ユニバーシティサザンカラフルにやってるんだけどそこの映画館に行きたいってなったんですよでもいきなり18で出てねこう大阪しか知らないレイリックのあれなんで,でその前にやっぱり東京でっていうの思いがあったんですけどねだからそれ,あのそれ彼のインタビューとか見て「おおやっぱアメリカか」っていうね日本の歌手とかってみんな日本で、えー、一番になったらおしまいねベス,トは、えー、ベスト10で一番になってありがとうおめでとうございますとか言われてそれで完結してるんでいやなんで世界行かねえんだろうってずっと思ってたんで。 ヤザは世界を目指しますって言っていやいやいやすごいなと思ってでして結局、えー、僕もロサンゼルスの夏大学行くんだけれどもでその頃はもうその前からヤザーバはロサンゼルス行っていて、えー、もうバックはドゥービーはいよろしくってトンネルズの歌にもありますけれどもね <laughs> ドゥービーブラザスもガンナーエスコートサンド好きだったんですけれどもねケイスヌードセンとかボビー・ラカインドとかいう人たちをバックにしてアルバム作ってその後日本ツアーもそのメンバーでやってるんですよね。 いやすげえなあっていう、ね、でそれで出した、えー、最初のアルバムが、えー、あれは PM9 だったかな PM9 の頃ですよね「ウザー宇宙ゃうっていうのが入ったとかで,、ね、でその僕はそれの後かな山モデルは、えー、行ってたんだけれどもでまあアメリカに行ってした時にそしたら今度矢沢はねアメリカの英語全曲英語の歌出したんですよ「フラッシュ・イン・ジャパン」っていうねでまあ彼は広島出身だしそういう原爆のこともイメージする。 あのまあ歌なんですけどもそれをちゃんとねあの原爆ドームの下で特別に曲をもらってねミュージックビデオ撮ったりしてるんですけれどもそれを僕アメリカに行った時に聞いてで全米発売するっていうかでもねよくね日本のアーティストでねあのアメリカでコンサートしましたとか言っても日本からファン連れてってラスベガスでやったとかっていうの多いんですよ。 だから、アルバム出したとしてもね、もう本当に、え本当かよ、みたいな。で、別のアーティストだけど、例えばアメリカでアルバム出して、例えば1万も入れましたっていうか、その1万を全部日本が買い取ってるみたいなこともあって、実際は売られてなかったみたいなこともあるんでね、いや、どうかいなぁと思って。で、当時まだタワーレコード。日本はまだありますけどね、アメリカのタワーレコードって、えー、っとね、もうその後倒産するんですけど、当時はあったんです、まだ。 で、それもサンセット、サンセット、オンサンセットね、大きなもう本店ですよね。あもう憧れでね、日本にいる時から、いつかあそこ行くんだっていう、えー、タワーレコード行って、そしたら、あのー、探したんだけど、イ、ワイ、ワイ、うイ、ん、矢沢だからワ Y、矢沢、キ吉、い、e、い、い、e、いかな、シ、e、A、吉矢沢だからいい、い、e、い、e、かなと探した出てこない。ああ、やっぱり発売されてないのかなと思って、で、あの、そうそう、もう当時 CD でしたかね CD。CD を探したんですよ。 ないんで、しかもなんか店員さんに、あと黒人の店員さんがいてね、で、あの、I'm looking for the HC as a word, CD, complete d ィスクとかって言ってね、you have it? とかって聞いて聞いたんですよ。そしたら、うん、なんかね、聞いたことあるなぁと。I have the name とかって言うんですよ。いや、ほんとかいなんか、ちょっと待って、w ェ i メイネー e っつって、I'll be back って言って、あの、黒人の店員さんに言った。 絶対ね、間違った。いや、それ違うでしょうみたいなあのディスク持ってくると思ったんですよ。そして、しばらく待ってたねで,でね、なんか、L、CD はなかったんでってね、おっきなね、レコードじゃ持って、レコードならあるよって思って、これかって言って、言ったら、本当にフラッシュンジャーの矢沢なったんですよ。あすげえと思ってね。 さすがにね、ちょっとアメリカであのレコードプレーヤーも持ってなかったって、CD プレーヤーがあったんですけどね。で、だから、あの、いや、いや LP はね、ちょっと買っても聞けないから、CD 買うからって言って、いやああ、よかったか、でも,でもああったら、ね、よかったかって言ってね、で、言ってたんだけど、で、結局、まあ、近所のね、あのウ,ェアウェアハウスっていうあの、まあ、CD 屋さんがあって、で、そこで、本当と見つけて買っていい、今も持ってますけどね。いやいやいや、矢沢さん、ちゃんとせつです。あの アメリカ発売できてててるなとと思っっいうことがあってでその当時もねもうすでに矢沢はアメリカに住んでいて、えー、例えば日本人のアメリカなんですよ友達なんかがね「いやお田さんさ昨日矢沢家系にあったよ」って「ええ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 えなかったえっええ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 怖くてもらえませんよ」とかって,って言って言ってたんだけどたまにねなんかリトル東京とかサンタモニカの,あのまあ 見るるとサンタムニカがよよくく出てくるんですよだからサンタムニカに近いところに住んでたんじゃないかなと思うんですけどねで自分でこう選択したりするねそういう映像とかもあってサンタムニカはどこに住んでたんだろうなと思ってえー、したんだけれども。 あの、それ目撃情報は聞いたんだけどね、僕は結局一回も目撃もしてないし、お会いしたこともないんですけれども。で、その後ね、なんかまた、えー、そのア、アメリカ人、アメリカ人というかハワイに住んでる、えー、人から聞いた話なんですけどね。で、まあ、その人の友人がハワイで不動産をやってるんですって。 で、えー、その僕に、例えばね、日本,日本の夢の古は桜芸者富士とかって言いますよね。でもね、あのな,んかなんかそういう、な,なんていうかなあ、危ない危ない言葉も結構みんな知っていてね、えー、例えば特攻隊とかね、えー、なんとか組とかね、まああの、ヤクザとかっていうのも全部日本語でわかるんですよ、結構アメリカ人。 そういう時にその人がねこの間ねその不動産に言われたんだけどさあのアメリカアメリカそのハワイの大きな麦が見える別荘があってそこをねあのこの家を売ってくれってヤクザが来たんだよ日本のって言ったええー!」とか思ってでで,でもヤクザすごいねすっげえ金持ちでさあのもう普通だったらアメリカでパーソナルチェックって小切手を使うんですそこでサインして 高いね買い物する時買うんですけれども現金で買っていったらやっぱりヤクザですごいよなって言って「でそうなんだどこのどこの組の人だろう」とか言ってたらそしたらそれが俺そのアメリカ人の,あのハワイの友人にあの聞いたらあのヤクザじゃない矢沢って言ってたって,ってた <laughs> まあちょっと言ってますよね矢沢とヤクザだから矢沢はそのハワイの,そのリゾート別荘側近でまあ億単位でしょうね まあドルで払うんでしょうけどっていうので買ったって話聞いてね <laughs> いやいやなんかやっぱり沢テニスだなぁと思って <laughs> みたいな話も聞いたんですよねまあそんなことがあってでまあまあ僕も当時その、まあ、横浜時代何回か行って。 でもそな、ね、なかなか映画の仕事始まっちゃうと例えば12月、えー、13日武道ーーンって言ってもギップていうか、ね、チケット、えー、1か月前に買っててもその日撮影とかその日仕事で行けないこともあるんですよ急に仕事入ってくる。 なんかあの今年公開した「乙女たちの沖縄戦」だってその1週間前にっていうかね電話かかってけどお小さんちょっと沖縄行ってくださいよ」って「かりましたいいですよ」って「いつからですか来週」とかっていうねそこからもう怒涛のようなこうあれ制作が始まったんですけどまあそんなこともあるんでなかなかね先の1か月先に乗って1か月ぎりぎりであさってからだよしもさすがに仕事来ないからと思ってえチキリットピアとか調べたらもう完売完売完売,完売で全然行けなかったんですけど。 でもまあ、えー、っとね、おととしくな、このはね、ブッチっていう、25年ぶりぐらいに行ったんですよ、武道館。で、したらね、もうこんな時間だかか、もうむちから、ね、昔矢、矢沢さんってあんま喋んなかったんですね、トークしなかったんですよ。 で、結構今回トークするってね、なんかあのジョークまで言うっていうね、いや、なんか25年、ね、コンサート来ないうちに、なんかすごくなんか丸くなったっていうかね、まあ、70ですからね、70でてめえ、こんな野郎かかってこいっていうずっと言い方してきた人がね、やっぱり70でも、だってそのたったか矢沢に逆らったり敵対するような人は、ねまあ、今回みたいにそういうふうに妬、ね、んで批判する人はいてもね、いないですからね。っていうところでね。 あのまあなんかインタビューなんかもそういう話もあって、えー、自分はなあん時本当にがむしゃらにやってきたけれどもふっと気が付くとねあのなんか追い抜くどころかもう後ろに誰もいないような状況になっててっていうのは、まあ、まあ分かるような気がするなと思ってね。 まあでもなんで73でステイしたって大変です僕今60を超えましたけどもう最近体力なくてねもうちゃんとこれからいくつまで映画撮れるんだろうっていう感じなんですけれどもねでもその横浜時代も LA 時代もやっぱ矢沢のインタビューとかそういう雑誌とかに、ね、出るとねあのやっぱりついつい読んでしまってやっぱ励まされるっていうかねあの キャロルデビューするまでなんでしてキャロルデビューしてから次、えーっとまあ、長者番付一番になって、えー、武道館満タンにして、えー、のそれから当時また屋根のなかった頃の後楽園ホールとかっていう,もうそういうのも,もう一番にやってきた人なわけですよね。で内田裕也さんが言うにはもうロックであの金持ちになったのはやざと布袋しかいないとかっていうふうなやっぱり、まあ、大成功してきたっていうね。 で、そんな中ね、やっぱりいろんな戦いもあり悩みもある葛藤もありしたところとかがね、まあ僕も、僕も全然まだあの武道館とか映画館まあ映画館、シネコンはね、毎日したことありますけれどもね、まあせいぜい400とかなんですよね、500とかですよね。いうのあるけれどもね、やっぱりまあ、あのー、比べるべくもないんだけれどもね、まあ同じ表現の仕事をして、 えーまあ、エンターテインメントっていうか、うん、の仕事をしていていや、まあ、ずっと先をね走ってる人っていうのはやっぱり応援あのすごく励まされるしやっぱりどんなふうにして彼はあの走って続けてるんだろうとかっていうふうなやっぱりヒントっていうのはすごくやっぱりプラスになるのでねな必ずインタビューで今ではだにこうね「ローリングストーンか」か出てでて買って読みましたけれどもまあそんなことがあったので今回も。 あのそういうふうなこと話になった時「あれおかしいなそんなねホテルに座るようなファンなんか絶対いないよな」と思ったしであの矢沢っていうとなんかイメージああいうふうな,なんか強気のあのああいうロックロろって感じするけどすっごい考えてどっか,か見てみてヤザーで「矢沢考えてますからね」とかっていうのあって。あの そそうそう、一ちゃん最初興味持ったのでちょっとさっき言うの忘れたその本読む前にご相続ご相続リーゼントの友達 <coughs> 借りる前に「ユウ、ユウじゃない若,若い広場って昔の NHK のね若者向き番組あったんですよそれでインタビューがあってそれをねまあ見た時にえー、まあどんな,どん,ど,んなんどんな兄ちゃんやーとか思って見たらお前なんかすごく言ってることを理論生存していやその通りだろうなーとかってだから後に「ユウっていう番組でもまた あのインタビュー出た時にね矢沢さん今のえ若者たちにメッセージをってってあのね矢沢が何言ってもねやるやつはやるやらないやつはやらないっていうそれはね昔も今も同じなんですよとか言っててねいやそれもそうだなと思ってね僕の周りもこう映画監督目指すっていう若い頃にたくさん友達いたけどもどんどんいなくなってでそれも何にもせずに それこそロ,クローラーがバンドやって、バンドを集めて、あの自分たちライブハウスでやるっていうふうなことが第一歩だとしたら、僕らはね、8ミリカメラで映画撮る。その8ミリカメラで映画すら撮らないでね、なんだかんだ言いながら聞いてって友達がいて、ああ、一緒だなとか思ったりしたんですけれどもね、ちょっと久々にそのコンサートね今、今回のあれ調べてて行ってみたいなの東京、東京武道館150回記念のね、えー、年末、年末か、にありますよね。 まあそんなことで思いもかけず矢沢永吉さんの話をしてしまいましたけれどもちょっと久々に年末のボト道館行ってみたいかなと思ってねあのとタオルを持ってえーとルイジアナルイジアナじゃないやトラベルンバスえ一緒にこう歌いに行ってみると久々に行ってみようかなとか思ったりしております。最後ままでで聞いててももらっどううありがとうではまた